おはようございます。今日は8時に起きました。今日はいろいろやることがたくさんある日です。頑張ります。こちら、ともやの後頭部です。すでに寝癖がやばそう。やばいね、毎朝自動でカーテンが開きます。これしてから結構マシになって、うん、寝起きいい、うん。10時20分、朝の準備開始です。はい、片足しか履いてない。どこ行ったの、マジで分かんない、分かんなかった、この時は。この日は川野が先に起きた。ハンドソープはイソップを使ってます。ファイトデーのやつね。本当にいい匂いだよね。今日もなんとか足りました。まだ粘ってる。パタパタ。クジャクみたい ね。なんでだろう今日。めんどくせえな。次はスキンケアをしてます。はい、いや特にこだわりなくて、その時に気になったやつを買ってます。薬局でね、なくなった時に探すよね。うん、そうそうそう。これ結構使ってる。乳液大体これでいっか。そう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 。セブンのリンゴ溶かした。が変な言い方じゃない今の。これは10年以上前からカーグ本当に大好きなパン。へー。もう何回食べたかわかんないぐらい好き。この日はこちゃっと食べました。優雅だね。なんだか。うまそう。焦げた。40分退出です。全力です。全力、うん、今日疲れた。10時10分からカフェで仕事をします。うん、考える系の仕事はね、カフェですることが多いですね。うん、多いね。うん、やっぱね、家だとね、集中力がね、持たないことが多いですね。そうだね、ちょっと誘惑がありすぎて、うん、ね。で、動画の企画と、まあ、あと、うん、とある制作をね、うん、進めております、はい。ね、カフェでやるとね、集中力が続いていいっていうのはあるんだけど、うん、ね、いろんないい匂いがしてくるんだよね、途中から。周りの人の見ちゃうよ ね。そう、だからお腹がすくっていう欠点はありますね。うん、そう、結局この日もね、お昼ご飯はここで食べました。あ、そうそう。結局そうなっちゃう。そうだけどね、おかげですごいいい時間になったよね。うん、帰りにね、スーパーに寄って帰りました。うん、案外重いものばっかりでね、大変でした。重そうだよ。よいしょ。肉じゃがの肉たくさん買ったな。これはシチューにします。人参、贅沢品。これすごい高いよね。あ、重かった、ね、ね。コンポタージュが重かったんでしょ。そんなことない。何持ってんでしょ。僕飲まないから。4時35分からもう一回仕事します。うん、これはね、僕はカフェでの仕事の続きをしてて、うん、カホはね、編集をしてます。見えないね。椅子でかすぎて、うん、でね、こうやって机を2人でね、横並べにしてからね、結構確認とかがすぐできてね、うんうん、効率よくなったよね。うん、だから次の家でもこうしたいよね。カホ、うん、カホ起きて。無理じゃないよ、そこまで起きたらいけるよ。ちょっと待って。ダメダメだ。いいから、ほら起きて。やばい、今の寝るねやった。おー、悪いね。
べ。大丈夫？ないよ。え、なんでなんで？だって三脚立てといたじゃん。僕当たって、僕だってここに、僕今ここにいたじゃん。僕今ここにいたじゃん。なんでなんで、僕じゃない、僕じゃない。撮ってるから後で見ればいいよ。おお、悪いね。おお、悪いね。いいねー、その角度漏れてるよ。はい、よかった。腕枕ってこんな感じだし、違うっけ、腕枕してないからわかんねえやろ。なんかピヨーンピヨーンじゃないの、全然寝心地よくない。嘘。18時半から編集を開始します。はい、この時はね、ショート動画を作ってて、うん、iPad で編集してます、うん、で長い動画はパソコンで編集してます、うんうんうん。作り方はカットしてテロップを入れて効果音と BGM を入れるっていう感じで動画をいつも作ってます。ショート動画はね、特にテロップにこだわってて、結構カホこだわりあるよね、うん、そうそうそう、なんか面白くしたくなっちゃう。文字のさ、斜め加減とかね、あ、そうそうそう、フォントとかね、うん、すごいこだわってやってます、うん、で案外ね、1分の動画を編集するのに2時間以上はね、いつもかかっちゃうんですよ。不思議だよね、1分しかないんだよ、うん、なんでだろう、なんで2時間もかかんの、意味わかんないよね。何食べんの結局。決めてない。どうすんの、僕もできちゃうよ。臭くないよ。ちゃー、もしおたまがカレー臭出してきたら、あ、ちょっと、もう一回させて。出すないし。出たくねえじゃん。これ見ちゃうかな。あ、いいじゃん、いいじゃん。食べきれー。カップ麺とかもあるよ。どこどこ、僕が買った。カップ麺センスないんだ。ほら、これとか。やだ。エビ味噌、もこタンメン。うまそう、これ食いて。今日の夕飯はこちら、カレー飯です。これはフランスで結構親しまれてる味なんですけど、あ、そうでしたっけ、うん、イギリス の、 あのお紅茶の時間に皆さん一緒に食べられてる。眉毛綺麗。今日は疲れたね。疲れた、マジで疲れた。この後もね、やることが、いやー、しかも明日のあれも撮んなきゃいけないしね。明日のことも、え、それ今日、違う、明日って言ったでしょ。明日やるだよね。そう、明日撮らなきゃいけないねって言ったでしょ。いつも心配だよね、この時。ここからできるよ。なんでこうなるんだろう。うまそう。カレーとさ、ご飯をぐちゃぐちゃに混ぜたやつで、うん。本当はこうやって食べたいんだけど。僕もカレー、僕もこうやって食べたい。でもこれ結構ルーだらけでいいよね。なんか子供の頃さ、うん、うまくバランスよく食べれないからこうやっていいみたいな。ね、なんか小3まではいいみたいな、そういうのがあったんだけど。学校の給食で。でね、疲れてる日はね、夕飯食べてる時もそんなに会話多くないよね。うん、ただ食べることに熱中。ね、でせっかくね、ダイニングテーブル今回は買ったのに、うん、寒くてあっちの部屋使えなくて困ってます、うん、でね、最近はそろそろ本当にね、引っ越しのこと考えなきゃいけなくて、うん、焦ってます、ね、どうしよう、どうしようね。家ないね、ないね、うん。ご飯食べ終わったらまた仕事を再開します。はい、2人でね、iPad を使っていろいろやってるところですね。で、動画撮ったり編集の時間もあるけど、こうやって話し合いの時間もものすごく多いです。あと最近会議が増えましたね。何かさせなきゃダメだね。とりあえずこいつの顔面について考えよう一旦。うん。何？かっけえな、その顔。いや、バカそうだね。アテナとかつけたらいいと思うけど。
最近ね iPad の、 そのグッドノートっていうアプリを買ったんですけど、うん、それがね思った以上に良くて、うん、こういう風に2人で iPad でノートを共有しながらあれこれ話すっていうのが最近やってます、うん、この日はもうヘトヘトだったのでシャワーで済ませましたね。もうめっちゃ疲れてた、うん、なんかお風呂沸かす気力もなくてさ、うんうん、お風呂に入った方がいいって分かってるけど、うん、早く寝たすぎて、うんうん、結構いつも迷っちゃうね、うん、もうシャワーで済ましちゃうねこういう日はね、うん、1時半に寝ますこの日はいつもよりちょっと遅かったね。そうだね、最近12時には寝ようとしてんだけどね、うん、でこれはお気に入りのアロマストーンカーテンが自動に開くといつもは結構起きれるんですけど、うん、ちょっとこの日はしっかりアラームをかけました、うん、もう絶対起きれないと思ったよね、うんほとんどね会話してないです眠すぎて、ね、2人とも眠すぎてねぼーっとしてたもん、うん、すごい最近眠りがねいい感じになってきて、うんうん、寝つきよしです、うん、もうこの日も3秒ぐらいで寝てるね、うん、もう寝てるかもしれないけど、はい、以上が僕たちのとある一日でした。めでたしめでたし。